んです。小雪提案所です。ようこそおいでませ。小雪ちゃんのために朝ごはんを作ってあげよう。ハンバーグを作っていきたいと思います。ちょっと重たいかもしれないですけどね、まあ、どうせ小雪ちゃんが来るのは昼ぐらいになるでしょうから、ちょうどお昼ご飯ってことでいいんじゃないでしょうか。で今回ね作らせていただくハンバーグなんですけど、仙台牛ハンバーグ専門店さんからなんとハンバーグをね商品として提供していただいたので、そちらを料理していきたいと思います。概要欄に詳細を貼ってますので、もし気になる方は先にそちらをチェックしてください。まあといってもね、ハンバーグの方はですね、焼いたらすぐ食べるのが絶対美味しいでしょうから、小雪ちゃん到着時間が分かってから作り始めようかなと思うので、それと一緒に食べるサラダの方をね作っていきましょう。サラダなんですけど、今日は人参のサラダを作りたいなと思います。私一番好きな野菜はね、人参と言っても過言でないほどに人参が好きです。ハンバーグはですね冷凍で到着しますので、こちらを解凍していきたいと思います。なんか冷水で5分解凍すればいいよって書いてあったので、その方法でいきたいと思います。買ってきたの、ちょっと美味しそうな人参が売ってたからね買ってきたんですよ。アロマレッド。もう人参のねサラダなんか何個あってもいいですから。サブちゃんでなんか右京さんが言ってたんだけど、この人参サラダがめっちゃ好きって。右京さんは人参が嫌いなんですけど、なんかこの人参サラダはいけるって言って、この人参サラダいける人多分人参嫌いじゃねえだろうって思うんだけど、ね、まあ久しぶりのお料理動画な気がする。しかもこの画角ね、私の家のお料理動画ってね、昔はねやってたんですけど、もう最近小雪亭でしか撮影しなくなったから、私の家でねお料理すること本当になかったんですけど、久しぶりですね。 YouTube やり始めてすぐぐらいかな、生配信をね結構してたので、その頃はマジでほぼ毎日ここで料理しながら生配信してました。すごくね、今では考えられん。はい、じゃあ吸っていきます。マジこのサラダは秒でできるから、みんなぜひおすすめです。こういったお料理動画は皆さんはお好きですかね。私はお料理動画よりね、ご飯食べる動画が好きなんで、結構いろんなとこで言ってるかもしれないけど、ご飯食べてる動画美味しそうじゃん。やっぱ美味しそうな動画いいですよね。私はご飯を食べるのが好きなので。おー、解凍されてるわ、すごい。あ、スライサーの悩みを一個言っていいですか。これぐらいになった時にスライスするのめっちゃ怖くて、もう嫌だってなるっていうのないですか。あります。これぐらいになったらもうおしまいにするんだけどさ、おしまいにしてその切って別のことに使ったりとかさ、もしくは包丁で細かく切るとかにするんだけどさ、どうするのが正解なの、スライサーの最後は。あ、そういえば私大学の頃にレストランのキッチンでアルバイトしてたことがあって、その頃はですねサラダ担当というか、サラダ場って言ってたんですけど、サラダ場にいたんですよね。でその時にスライサーを使って調理するっていうのがあったんですけど、大学の頃私マジで料理しなかったから、本当になんで雇ってもらえたのって感じなんですけど、まあ感謝しております。まあいろんなものを使うのが下手で怪我しまくってた。やけどするし、指切るし、指すりおろすし、もう大変。一番痛かったのはラディッシュっていうね、ラディッシュはわかるか、ラディッシュってちっちゃい赤いこういう野菜みたいなのがあるんですけど、あれをスライサーですりおろしてなんか料理の上に乗せるみたいなメニューがあって、でまあラディッシュを無限すりおろしする時があったんですよね。でまあラディッシュのすりおろしにくさと言ったらないよね、まあ、そのラディッシュを頑張ってすりおろしてて、もうギリギリまでを攻めすぎて指ごといっちゃうっていう。痛っ、マジで痛かった。もう指なんか半分なくなったかと思ったもん、本当に。えないって思ったけど、まあ別にそんなにならなかったけどね、もう自分の衝撃としては指半分なくなったと思った。人参すりおろしたよ、いい感じ。私のメモってるレシピだと、人参2本に対してお酢大さじ5、オリーブオイル大さじ2、砂糖大さじ1/2、塩コショウ少々ということなので、この感じで入れていきます。オリーブオイルを使うっていうのが味噌なんですね。私は結構好きでオリーブオイルを使います。なんか塩コショウとかの賞味期限みたいなあるじゃん、これ賞味期限だよね。これって何、どれほど信頼してます。塩とかコショウの賞味期限って切れたらどうなるんって思うけど、あれから香りしなくなるのかな。でもそんなね、一人暮らしで調味料そんな使わないから、使わないっていうか、まあ使うけど、私コショウなんてもう1本使い切る、どうですか皆さん。私が料理しないだけか、使い切るのか。胡椒はまだいいよ、別に何でもとりあえずかけときゃいいんだからさ。コアな調味料あるじゃん、ナツメグ。ナツメグなんかもう半
しか使わんくない。てかナツメグを入れることによって何かこう良さがあんまりわからんのだけど、 なんだあれは。うまい、天才だ。はい、おしまいです。これで終わり。ミニサラダ簡単。例えばこの間小雪ちゃんとねユニバに行ったんですよ。皆さん、ユニバーサルスタジオジャパン、こちらをユニバっていう風な略称で読むのは関西だけらしいですけどね。私は小さい時からユニバユニバって言ってたんで、ユニバと呼ばせていただきますが、コナンのコラボね、通称、コナンレストランってやつですかね。ミステリーレストランっていう俳優さん役者さんがなんかこうキャラクターの格好をして演劇みたいなのをしてくれて、それを見ながらレストランの食事を食べるっていう。で、まあ、今回は平次と和葉が出るよっていう情報を私は得ておりましたので、そんな行く気はないだろう。平常です。案の定最高。この動画が上がる頃には終わってるかもしれないけど、まあ最高だったので、ぜひ。結構私毎年ミステリーレストラン行ってて楽しみにしてるんですけどね。まさか平次出ると思わなくて、今年の映画全然平次出んかったというかね、関係なかったからまあ確かに言われてみれば、黒ずくめの組織がレストランに来られましてもって感じではあるので、いや全然見たいけどね。ジンが取引をするところを見ながらお食事とか全然やりたいですけど、まあ、ちょっとそれじゃあね、一般的には楽しめないかなと思いますので、今回は平時ってなったんだろうね、大阪だから。ほんと感謝してる。マジでユニバでやってくれることによってさ、大阪だから平時っていう謎の方程式が出来上がって、もう大体毎年何かしらのアトラクションにいるのよ。最高すぎ。こんなん言ったらあれかもしれないけど、ユニバに結構レイヤーさんいて、よかった。私は結構ね、あのコスプレしてる人を見るのが好きなので、ユニバにコスプレイヤーさんいてもまあなんとも思わないというか、あ最高じゃんって思うタイプなんで、何とも思わないんですけど、もし苦手な方がいたらすいません。今呪術廻戦がコラボしてるからさ、おっこつくんとトゲくんかなのレイヤーさんがいて、入り口で「おっこつとトゲのレイヤーさんいるわ」って後ろ姿で見てから、マジで3回ぐらいその後あったあったって言っても別に喋ってないよ。だまたいるみたいなのを何回もなんかアトラクションとか並んでる時とかに言って、えまた同じ行動範囲ですかって。パレード見てる時もなんか、あパレード見てる、えっおっこつとトゲパレード見てるってなって、ちょっと2人で盛り上がってます。コナンのレイヤーさんもいてね、それも可愛かったですね。まあなんせコスプレっていいですよね。私はね見るのが好きなんで、まあただしユニバのコスプレはね非常に好き嫌い分かれますので、もし皆さんやられるよっていう場合はね、あの見るのを楽しむのはもう全然何の問題もないですから、もう他の人がやってるのを見てうわ最高じゃんってなりながらこうパークを楽しむっていうのはもう何にも問題ないですけど、あの自分でやるってなるとまあ話が別ですからね、好き嫌い分かれるよっていうことを理解した上で、ぜひ楽しんでいただければなと思います。何の話をしているんだ私は。またコスプレのなんか謎の注意喚起みたいな動画になってしまう。注意喚起、別に注意喚起ではない。飾りつけて写真撮ったりするの好きだから、こういうね謎の機構だけはあるんですよ。よくない？これでいこうか。どうせこれにはね載せるとき台が必要なので、このスタイルでいきたいと思います。さあ、じゃあ火にかけて中火で両面焼いていくという感じですね。火つける、ここを映せよっていうお気持ちでしょうが、後で焼けた時にお見せしたいと思います。そんなんでいいのかって感じだけど、まあでも本当焼くだけだからね、めちゃ簡単。うわめっちゃいい匂いする、やば、天才かもしれん。水を大さじ2杯程度入れて蓋を閉めて弱火で5分。オッケー、あとは待つだけ。そういえば中に火が通ってるかね、竹串で確認しないといけないけど、爪楊枝しかないから爪楊枝でいいか。いや絶対探したら竹串あるんだけどね。あ、あるわ、上にあるわ竹串。お菓子作りめっちゃ好きで、だからそういうお菓子に使うね小道具みたいなのは一式揃ってるんですよね。作りたいな最近、マジでマカロンも作れてないし、マカロンはね結構手間かかるからね、時間かかっちゃうんですよね。なんか小雪ちゃんにお願いして企画で作ろうよって言って、またマカロン作れないかちょっと検討してみます。麺からマカロン作ってみたとか面白くなさそう麺からマカロン作ってみたが許されるなら全然作るな。いやでも6色大変か、こう色分けの作業の着色料を入れてる間になんか生地がふにゃってなってきた、あの膨らまなくなっちゃうみたいなこともあるからちょっと要注意ですね。おお、いいんじゃないか。あ、来た小雪ちゃん、はいどうぞ。でもいい感じ、ちょうどそろそろ焼き終わるぐらいで来てくれたから、一番美味しい状態を食べてもらいますね。みんなおはよう。あ、遅刻です。大遅刻。え、何時？10時40分やばいです。大遅刻です。1時間40分の遅刻
てね。まだ？まあごめんね。もうすぐ食べれるからね。遅刻したやつが。いやまあでも正直私も寝坊した。大変なことに気がついた。何？これには冷凍のソースがついていたんだ。まずい。熱湯だ。湯煎だ。すべては計画通りだ。大丈夫。何も心配はいらない。これも計画のうち。これも計画のうち。大丈夫。問題ない。こいちゃんまだ髪をくくっているようだ。大丈夫。だから何も問題ない。ずっと言い聞かせてるこの人。同じこと言ってる。やばい。秘伝オリジナルソース豆腐って書いてある。じゃあ絶対使わないと。あぶねえ。まさかハンバーグを解凍してソースを解凍していないとはな。やられたぜ。温まっているようだ。本当かな。大丈夫。すべて計画通り。うおうまそう。超えるみんな ASMR。シャーって。できました。急げ。向こうにカメラをセットするんだ。急げ。早く。おわ。できました。おいしそう。いただきます。いただきます。はい、いただきます。うまっ、うまっ、うまっ、よかった。おいしい。ちゃんと調理できたようだ。ソースがおいしいわ。よかった、ソース忘れて。いや本当に危なかった。おいしいです。おいしいです。すごい粉身な感想しか言えないんだけど。でもあれだ、肉汁ジュワ的な感じのハンバーグだ、うん、え、この辺はついてたの？うん、全部出来上げて、まずこっちは作った。うん、え、これ作ったの？ごめん、買った。扇風機ってさ、コスパいいの？え、そうなの？いや、使ったことなくて、扇風機。え、人生で？うん、人生で家に扇風機があったことが一回もないんだよね。やばくね？ないことある？逆にさ、でも冷房だけじゃ耐えきれないことない？ない。な、あるマジ？え、扇風機なしでみんな生きられる？うん、生きてる。うん、嘘だ、本当に、うん、私、扇風機なしだと汗だくになる。冷房つけても扇風機いるもん。マジで？うん、風呂上がりに扇風機ないとか耐えられない。そうなの？だって風呂から上がったのに汗だくになるもん、扇風機なかったら。汗かかないからわかんないのかも。そういうことだよ。風呂上がりに汗かかない？え、風呂上がりって汗かくでしょ。マジ？わかんない。我々は住む星が違うんだ。悲しい。生活感が違うよね、関西と関東でさ。なんか文化の違いもある。え、ある？こう、私は、うん、お金の節約できないタイプだから、うん、なんかあんちゃんはそういうのちゃんとしててすごいなって思う。それは関西関東は関係ない。人間の問題。人間が違うなってこと。ああ、それはそうだね。うん、確かに。関西か関東でくくるのは良くないよ、うん、別に関東で節約してる人いるから。関東人全員節約しないみたいになるから、それ、うん、あ、でもやっぱ関西の人って一人喋りが上手だなって思うな。笑いのツボが違うなって思った。なんか私が面白いと思うことと、多分こっちで面白いと思うことのなんか基準が若干違う気がするなって思ったんだけど、まあでもこれが関西と関東の違いなのか、個々の人間としての違いなのかが分かんないけど、誇張した表現を結構私は面白いと感じるので。ん、例えば？私がコナンの中やったら好きなキャラジンやねんって言ったの。それそしたら相手の子がジンみたいな、嫌いみたいな風に言うの。そのいっちゃん嫌いの、そのいっちゃんっていうのをつけることによって明らかな誇張、絶対一番嫌いなわけはないや、あんなにいっぱいキャラいる中で。でも確かにいっちゃん嫌いかもしれないっていう。わかる？ジンなら確かにあいつ一番悪いし、一番最初に出てくる一番悪いやつ、全ての物語の元凶となっているから、確かにいっちゃん嫌いかもしれへんっていう、なんかそこまで思わせる、このいっちゃんっていうこういう誇張がもう面白すぎて。へえ、ないわそれは。ないか。うん、いっちゃん嫌いって言われたら傷つく、好きなキャラのこと。うん、え、そうやんな。私はいや、そんなわけないよって言って笑ってしまう。いっちゃん
なわけないやん。そこまで言わなくていいじゃんって思って。そうだね。そう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 。私はそれがめちゃくちゃ面白い。一生笑ってる。でもそのさ、その文化がないからわからないんだろうね。その、うん、いっちゃん嫌いの面白さがわからないから。うん、てかそもそも いっちゃん嫌いって言われたら、こっちは明らかに冗談やと思うね。うんうんうん、それがだからそんなわけないやろっていう風に繋がる気がする。うん、なんか相手の好きなもののことあんまり悪く言わないでおこうみたいな。けなし笑いあんまないかもね。そう、それけなし笑い、それ、うんうんうん、けなし笑いかもね。コナン好きな子と一緒に二人で映画見に行って、そのジンが好きって言ったら、いっちゃ嫌いって言われて、じゃあちょっと今日はジンのこと見といてって言って、映画終わった後に、どうだったみたいな感じで聞いて、もうマジでジン可愛かったやろって言ったら、マジで一番可愛くなかったいや、わかるやろいっちゃ嫌いの前振りあるからね。そう、めっちゃおもろい。一番可愛くないとか、いやだってほらあのシーンがみたいな、いや全然みたいな、他のキャラどれ見ても一番可愛くない、まだ僕かの方が可愛いとか確かにと思って、そんなことはいいんですよ。ハンバーグ美味しかったですか？美味しかったです。本日食べさせていただいた肉汁屋バーグさんのハンバーグなんですけれども、概要欄の方にホームページ貼っておりますので、皆さんもご購入することができます。リッチなお肉なんですよね、をあえてハンバーグにして美味しいソース、秘伝ソースと共に売り出しているという、なんかちょっと贅沢品ではあるんですけど、まあとっても美味しかったので、プチ贅沢お料理の日に使ってみるのはいいかもしれないですね。お誕生日とかね、あー記念日とかっていいんじゃない？いいね。あとは贈り物にもね、いいと思いますんで、なんかそういう大人の方は贈り物にいかがでしょうかということで、今回4個セット、6個セット、8個セットの3種類があったんですけど、6個セット送っていただいたので、わけわけしてこれから食べたいと思います。楽しみ、また食べれるの。そうなのよ、やった。しかもあれだからね、賞味期限結構長いから、冷凍なんで、あのゆっくり楽しめますんで。では肉汁屋バーグさん、ありがとうございました。みんなもぜひ食べてみてね。以上、小池ちゃんのころでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。もしもし、あ、はい、あ、わかりました。はい、はい、すいません。いいえ、わかりました。じゃあ失礼します。はい。はい。